仲直りせんとさ、ここは夫婦なんやけん、離婚とかいうことに。なんかすごい騒がしい部屋やね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでマンション見てこう。早速今回はあれか、まだ成長した子供とかはおらんのか。友達マークは、あ、喧嘩だな。とりあえず一組か。はい、キャンディーさん入ります。どうしたどうした、相手は誰だい。結構上の方の階やったよね。あれ、え、夫婦喧嘩そういうこと。仲直りしてください。とりあえずこんにゃくで踊ってもらおうか。こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく。え、こんにゃくどこ？あ、もしかしてない？そういうことか。こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく、あった。はい、買いに行きます。いらっしゃいませ。じゃあちょっとこんにゃくを10個ほど。お買い上げありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしてこれを渡して踊ってもらいます。なんかさ、あのスーパーとかで売り場見よったらさ、こんにゃく系の商品めちゃくちゃ多くない？なんか美味しそうな感じの。いや、普通のこんにゃくも美味しいんやけど、なんかなんとか風のこんにゃくみたいな、きんぴら風とかさ、私あのなんていうん、レバ刺し風のこんにゃくめちゃくちゃ好きなんやけど、わかる？あれめっちゃ美味しいんよ。どこにでもあるんかどうか知らんけど仲直りしてね。仲直りせんとさ、ここは夫婦なんやけん、離婚とかいうことになってしまうよ。なんかすごい騒がしい部屋やね視覚に訴えかけてくるものがめちゃくちゃ騒がしいんだけども。はっ、どう？こちらこそごめんなさい。あ、よかった、ちゃんと仲直りしてくれた。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったです。レベルアップ。よし、それじゃあ、ジャンパースカートどうぞ。服、ジャンパースカートをプレゼントしました。あ、なんかこの帽子にはさっきの服より全然こっちの方がいいよね。さっきなんか着物やったし確実に組み合わせおかしかった。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。睡眠大事。ちゃんと睡眠取らんとね、もう自分が何よるんかよくわからんなるもんね。睡眠取っとってもわからんなるのに。大変すぎる。ただボケ取るだけっていう。はい、こもかちゃん、入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。なんか唯一好物に入ってるのがグミっていう、めっちゃ可愛い。みーモザイククイズ。モザイクがかかっているみーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。モザイククイズ、第1問。これは誰でしょう？ガイタンくん。答えは、天雷さんでした。イエーイ。モザイククイズ、第2問。第2問。これは誰でしょう？誰だ？全くわからねえ。あゆおくん。あ、顔が出てもちょっと よくわからんかった。覚えれてない顔が。最終問題。ででん。これはペッカナさんか？え、違うかな？ペッカナさん。はぁ、ケイスケさんだったー。わからない。わからないよ。まあまあ違うとしたら、髪の毛が一番わかりやすいんかな。また遊んでください。ポニーテールやったよね。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。
お父さんが私の理想の男性像です。マジか。なるほどね。あれかな、反抗期とかなかった感じかな。反抗期とかあってもそういう感じ？ちょっとよくわからんねやけど。お父さんが理想とか思ったことないけんよくわからんねやけど。お、さっちゃん、入ります。遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかっているアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？桃。答えは、桃でした。よし。わかりやすいね。第2問。ででん。これは何でしょう？なんか、人の方はさ、子供とか増えたらちょっといまいち把握できてないけど、物はさすがにわかるよね。モザイククイズ、最終問題。最終問題。これは何でしょう？松ぼっくりか？答えは、サンマの塩焼きではない。松ぼっくりでした。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝風鈴をもらいました。ありがとう。たまに思い出し笑いもしてしまいます。いいやん、いいやん、幸せやん。思い出し笑いできるの。はい、ご飯、どうぞ。いただきます。うんうん。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。なんか炊きたてのご飯とかね、そのままご飯だけ食べても美味しいよね。甘い感じ。お、友達も、あー、喧嘩。二組目。はい、チャーリーさん、入ります。どうしたどうした、誰だ相手は。カズと喧嘩しました。ほう。腹が立ちます。仲直りしてくださいまし。じゃあ、このイライラも沈めてください。キノコで宇宙に飛んでもらうね。すごい、なんか怪しい感じやけど。はい、キノコ。いただきます。どうぞ。すごいね、チャーリーさん全部埋まっとるね。超大好物、大好物。苦手、超苦手。うんうん。生ガキ。福豆。福豆って、あれ？節分で巻くやつ？え、あれってさ、え、大豆よね。じゃ、いまいちゃん、なんか、細かく分かってないけど。節分の時ぐらいしか食べんしな。美味しいよね。結構好きなんやけど。小さい頃から。超大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。まあでもさすがに節分って幼稚園ぐらいまでしかやってなかった気するな。幼稚園はね、イベントであるもんね。なんか幼稚園の行事みたいなので。小学校からはさすがにないけど。あ、でもあれは餅巻きとかは節分やったんかな？違うんかな？この間はごめんなさい。関係ないかもしれん。小学校はなんか餅巻きが、たまにあったんよね、なんか。一年に一回ぐらい、体育館で。地面に落ちたら汚いってことだよね。体育館であったんやけど。うまくいきました。よかった、ちゃんと二組とも仲直りした。なんかあれやね、全体的に、ちゃんとした料理っていう感じじゃないね、好きなもの。はい、それじゃあ。襟付きセーターどうぞ。ほら、なんかちゃんとなんか、ピザと三色団子、あ、まあ、ジュースもあれか。いや、でもなんか料理じゃないよね。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。これもあげます。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。最近は暇さえあればもらったマラカスをシャカシャカやってます。いいね、いいね。気分上がる。なんか一人でやりやっても虚しい気がするけど、しかも部屋がさ、ゲーセン仕様になっとるけん、まあでも多少シャカシャカしてもそんな聞こえん気がするな。はい、それじゃあそろそろみんなに募金を募ります。
さあ、じゃんじゃん入れてって。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミニュース見てこう。文字になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。キリンのケイスケさんがやってきた。アユナ島にやってきました。あ、ちょっと前にね、愛媛の動物園におったカバの満腹がさ、なんか埼玉県の動物園に移動したっていうニュースを見た。この数日以内に見た気がする。うん、僕もしようと思ってたのに、先にやられました。なんか、親子でおって、母親と父親と子供と、で、その子供が埼玉の動物園に移動したらしいよ。向こうでも可愛がられるといいねっていうニュースやった。カメラマン。一軒家の方は、友達マーク2つあるけど、どうやら喧嘩かな。ここで見てもわからんもんね。じゃ、とりあえずお呼び出ししよっか。家の中で。家の中でフルフェイス。過ごしにくすぎるやろ。あゆなのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶりです。YUI に友達になってほしいと言われたのですが。よかったよかった。喧嘩じゃなかった。いいと思うよ。では、ちょっと話もしてきます。いってらっしゃい。友達の輪もね、どんどん広がっていってほしいわ。どうすか？え？めちゃくちゃ微妙な感じに。わからなかったので、今日は友達になりませんでした。でも大体初対面で気が合うかどうかってまあ、そんなに明確にわからんけどな。話して楽しいなって思うことあるかもしれんけど、そういうのもなかったってことか。それはきつい。それはお互いにきつい。はい、おにぎりどうぞ。いただきます。うんうん。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。こっちの友達マークは何だい？赤花さん、お呼び出しします。アッチョンブリケ。ほ。リボランとデートしたいのですが。おー、デートか。どこがいいでしょうか。いいね、いいね。喫茶店でのんびりと、いいですね、まったりと、準備していこうと思います。いってらっしゃい。じゃあ私もすぐに覗きに行くね。様子を見に行く。あー、いいね、楽しそう。ぐん。めっちゃ楽しそうやん。でももうね、結婚もしとるし、家でもずっと二人でおるのに。まあ、自分が選んだ場所やけど。私が選んだ場所やけど、場所が変わった件ってね、特にすることもない喫茶店でそんなに盛り上がるもんかね。めちゃくちゃ仲がいいんだな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれ、今私の島に子供っておらんかったんやっけ。ん、おらんかったんか。なんか誰かまだ成長する子がおったような気がしたんやけど、次回ぐらいかな。